ピガフェッタのものとされた肖像。アントニオ・ピガフェッタは、イタリアの航海者、ビチェンツァ出身、フェルディナンド・マゼランの世界周航に同行した。ピガフェッタは航海の間、詳細な記録を取り続け、これは、後のセブ・アノ語翻訳で役立った。また、それはセブ・アノ語に関する史上初の記録となった。1519年にマゼランと共に出航した時には、約270名を要した船団だったが、1522年に、スペインまでたどり着くことができたのはわずか18名だった。ピガフェッタはその中の一人で、マゼランの死後は、フアン・セバスティアン・エルカーの指揮のもと、世界周航を達成した。マゼランと、その死後指揮を継いだエルカーノの航海に関して得られる、主要な情報は、ピガフェッタの記録によるものが多い。ピガフェッタは当時ベネツィア共和国内の都市であった、ビチェンツァの富裕な一族に生まれた。天文学、地理学、地図学を学び、16世紀初頭は、聖ヨハネ騎士団のガレー船で働いた。1519年、教皇使節、フランチェスコ・キエレガーティのスペイン行きに随行した。セビリャで、マゼランの航海計画を知ったピガフェッタは、乗客として同行できるよう交渉した。当初、交渉は難航したが、やがて、マゼランの信頼を得ることに成功し、通訳兼地図制作者として乗り組むことができた。航海の間、ピガフェッタは、訪れた場所ごとに、地理、気候、植物、動物、住人など詳細に記録した。彼の綿密な記録は、改ざんを受けながらもヨーロッパ各地で発行され、後の探検家や地図制作者にとって極めて貴重な情報源となった。16世紀ヨーロッパ人の持っていた南アメリカや太平洋諸島の情報の多くはピガフェッタがもたらしたものである。ピガフェッタはマゼラン艦隊の出航以来毎日欠かさず日記をつけているが、ビクトリア号が世界一周達成を目前にアフリカの西にあるベルデ岬諸島に立ち寄り現地人に曜日を確かめたところ、ピガフェッタの日記では水曜日であるはずが、ベルデ岬諸島では木曜日であることを知り大変驚いている。21世紀の現代でこそ地球を西回りに一周したのだから、日付がずれるのは当たり前であるが、人類初の世界一周の記録者ピガフェッタは、地球一周による日付のずれを実感した。最初の人でもある。マゼランは、フィリピンのマクタン島において、ラプラプ王との戦いで戦死したが、ピガフェッタも、マゼランと同じ一団で戦い負傷している。しかしピガフェッタは、マゼランの戦死後、戦地を脱出して回復し、フアン・セバスティアン・エルカーノの下で、ビクトリア号で、スペインに帰還した18名の乗組員の一人となった。スペイン出発の3年後となる1522年9月、ビクトリア号はサンルーカルデバラメーダにたどり着き、ピガフェッタはそこからイタリアに帰った。ピガフェッタはローマ教皇にも面会し、遠征の話をしているが、教皇から体験記の出版を勧められて、経験をRelazione del Primo Viaggio Intorno Al Mondoの題名で、ロードス騎士団長。リダランへの書簡の体裁で表した。ピガフェッタの記録は、改ざんを受けながらも、仏訳と称される一部が1525年に、パリで出版されその後ヨーロッパ各地で出版されているが、全体の出版は18世紀後半にようやく行われた。なお原本は残っていない。ヨーロッパ人が史上初の世界周航を初めて知ったのは、ピガフェッタの著作によってではなく、1523年に出版されたスペイン王の秘書マクシミリアヌス・トランシルバーノが、エルカーのほか、マゼラン艦隊の生き残り船員3名からの聞き取り調査による著作によった。しかし、これは、ピガフェッタの記述の1/3程度の量であり、ヨーロッパでは、ピガフェッタの書簡ほど広く出版されたわけでない。当時のヨーロッパ人の後年の研究者は、ピガフェッタの記録を中心にトランシルバーノの著、航海庁アルボの航海日記、セビリアのインディアス総合古文書館に残るマゼラン、艦隊の各種の記録文章などから、マゼラン艦隊の航海を解析し著述している。その後のピガフェッタは、マゼラン遠征隊に参加する、以前、聖ヨハネ騎士団の船に乗り組んでいた際に得た、人脈から、聖ヨハネ騎士団の一員となった。彼は1534年、故郷ビチェンツァで死んだ。マゼランの世界一周航海についてのピガフェッタの記録は2011年間、岩波文庫、マゼラン最初の世界一周航海や岩波書店、大航海時代総書第1巻、航海の記録1965年間で和訳全文を読むことができる。ピガフェッタの記録は2011年岩波文庫版で240ページほどの記録である。2002年の映画、ラプラプで、フィリピンの俳優ボブ・ソラーがピガフェッタを演じた。キドラット・タヒミック監督の500年の航海では、ウィグス・ティスマインがピガフェッタを演じている。http://www.bibliotoliniotecuriosa.htm ピガフェッタピアニッシモ 251-252F ありがとうございます。